まりのべっぴんボイスレッスン。べっぴんボイスレッスンをご覧いただきありがとうございます。今回は笑顔についてお話しします。レッスンをしていると、さあ歌いましょう、声を出しましょうといった時に、皆さん真面目で真顔で声を出されます。その時に出てくる声というのは、あー、あー。でも本当に出していただきたい声は、あー、あー。変わったの分かります？声を出すときは笑顔だと明るい声が出ます。ということは、声を出すときには笑顔が大事だということです。じゃあその笑顔を出すためには何が大事なのかというと、体調が一番大切なんです。だって頭が痛いな、お腹が痛いなっていうときに、心からの笑顔で笑えますか？まあ多分ね、作りが笑顔で、まあどんな顔かわからないですけど、笑顔を作ると思いますが、対面した相手にはそれが作り笑顔だとバレてしまいます。一番手っ取り早く笑顔を出せる体調を整えるには、呼吸を意識することが大切なんです。呼吸意識していますか？呼吸って無意識にできるんです。でもこれを意識することで、交感神経と副交感神経のバランスがうまく取れるようになります。交感神経が優位になると、血管がキュッと細くなって血流が悪くなり、細胞の酸素が不足してしまいます。逆に副交感神経が優位になると、今度は血管が拡張して流れが緩やかになって、こちらも細胞に酸素がいかなくなります。どちらが強くてもダメなんです。現代の生活では交感神経が優位になることが多いので、呼吸を意識してリラックスすることを心がけましょう。そうすると体調が良くなって綺麗な笑顔が出せます。この笑顔で誰かと会えば最高の第一印象になります。第一印象が良ければ、その後の評価も1割増し2割増し、印象がいい人はよりよく評価される傾向にあるので、最初の印象を良くすること、笑顔をきれいにすることを心がけてください。表情筋を訓練するという方もいらっしゃいますが、それも確かに大切なんです。でも表情筋だけでは心からの笑顔は出せません。体調を良くして自分の体をうまく使うことを心がけましょう。きれいな笑顔で豊かに人生を送ることを心がけましょうね。ヒロサマリのべっぴんボイスレッスンでした。バイバイ。